県内企業の今年1月から3月期の景況判断を示す指数は3四半,び3四半期ぶりに全産業でマイナスとなり景気が下降していると答えた企業が大幅に増えていることが分かりましたこの調査は奈良財務事務所が年に4回行うもので今回の調査では県内企業105社のうちおよそ9割の企業から回答を得ました 景況判断は景気について上昇と答えた企業から下降と答えた企業を差し引いた指数で全体の景気を判断するものです今年1月から3月期の調査では2年ぶりに上昇が上回った前回調査から一転してすべての産業で下降と答えた企業が上回り景況判断指数はマイナス29となりました 特に原材料価格の上昇や感染症再拡大の影響が企業収益を圧迫していると見られています奈良財務事務所は今回の調査ではロシアのウクライナ侵攻による資源価格の高騰などは織り込まれておらず今後の影響を注視する必要があるとしています